菊池さん、今日ちょっと愛車紹介、釣り車、これ釣り専用車になってて、そうやな、作業車になってんだけど、これプラドな、うん、で、もう今15万キロぐらい走って14万キロ、50万キロまでいけるだろ。ああそうやな、うん、ちょっと今日はだからここにこれ釣り車専用に変えるから、うん、ロッドホルダー、ロッドホルダーつけようや。ほらこういうのが折れ、この間これで折れちゃったんだよ。だからロッドホルダーをついにねつけることにしたんで、これプラドいいでしょ。めっちゃいい。ただ問題は燃費が悪いとかやな。だあとは結構いい。あったやめろ、いやらしいこと言うの。いやらしいこと言うなお前。ちょっとそれ下ろして、全部下ろして、でちょっと釣り車紹介もやってこう。うん、プラドめっちゃいいよ。ね、欠点は燃費が悪いだけ。あとはすごい使いやすい。よいしょ、全部下ろそう。おロッドホルダーもちょっとな、愛車紹介初めてやるよね。これね、これこの間パンクしたから半年前にタイヤ交換しました。横浜、これがいいんだよね。横浜がプラドいいでしょ。ゆうさん、ここ折れちゃって、これ扱い悪い。これ俺がボギーよって、これがついてたね。まあ僕も結構乱雑に扱うんで、あともう一個これは紹介したいのがあるんだけど、よいしょ、これ毎日ここで ブランコみたいにブランブランってブランコみたいにやってたんですよ。毎日こう持ってグルーンってこれバギーって折れた。折れる、もうちょっとこれ強化プラスチックにしてよ。俺の体重ごときで折れちゃう話にならない。でエンジン、ほら14万5175キロ。ねえ、気がついたら14万キロ。もう僕は修理して長ずっと乗るタイプなんでね、はい、愛車紹介でした。うん、こんな感じね。でじゃあ釣り竿をロッドホルダー買ったんでつけていきましょう。おうおうおう、どうした、何があった、エビが入っとる、もう洗ってて。今度ちょっとタックルボックス紹介もちょっとやらないかな。最近毎日釣り行ってるんでね、毎日のように。よし、これでこれロッドホルダーとインのロッドホルダーで8本、8ロッド乗るやつですね。ワンピース、ツービース、どちらも OK で、バス、トラウト、シーバス、オフショアで、こういうイメージね。うん。いけそうだね。こんな感じで。いいかな。ちょっとこれややこしそうだな。わかんないぞ。ちょっと説明書がないか、これ読もう、これ読まないとわけわかんない。まずはこうなって部品があって、ドライバーと手袋、軍手で、後部座席の足とグリップを取り外す。え、こうする。でそれに対して、うわややこしい、これをやって、これをやって、ややこしいんですけど。まずここをね、これでちょっと緩めて取ります。よいしょ、よー取れた、やっと。おい、こうやって車分解するの初めてだからちょっと緊張するな。うわー取れました。これじゃああそこの割れたとこにつけれるね、あそこのね奥の割れ。こうやったら後部座席の方も左側ね、あー意外にできるな。よっしゃ、これこういうもん触っちゃいけないもんだと思ってるからさ、車とか壊れてわけわかんなくなるから。でも意外に素人でも頑張ればできる。でこの状態にしたら、このペンチでこうやって外せばできる。はい、じゃあこれをなんかねうまいこと組み合わせてやるんだけど、いや試行錯誤だな菊さん。
これね、プラドのネジが合わずに、ここね、このネジ合わずに、今さ、ホームセンターでこれ買ってきたよね。ステンレス鍋 M6 のサイズでこれを買いました。で、これだと、なんとかネジが、既存のネジは、こういうやつだから、はまらなかったのね。だからこういう頭がちっちゃいネジを買ってきて、今試行錯誤してます。で、こう今仮止めできたね、ここね。うん。こんな感じでまず仮止めをして、あ、ごめん。どうよ。ゆうさん。苦手かこういうの。苦手だね。ああ、まあ職人じゃないでな。うん、肩がもうしんどいでも。あれからな、パソコンカタカタやってるタイプ。エレイはもう、うん、前からやる。前からやるの早いんですよ。エレイはもう。エレイエレイってお前テルちゃんかお前。うん、今日なんとテルちゃんと3ヶ月ぶりに連絡取れたんだ。おお、よかったじゃん。テルちゃん何やっとる言ったら。全員確認。お前なんとかやっとるでテルちゃんも。おお。生きとったか。自転車乗り回しとるで。自転車ね、いいよね。てるちゃん。俺も自転車欲しいよ。おー、買ったるよ。自転車で100万再生で買うよ。100万再生。TikTok。撮ろう。TikTok でも動画でも。100万再生。35万再生出たで、菊池さんの喧嘩で。やるで。もっとガチ喧嘩せないかなったけど。ガチ喧嘩はいかん。迷惑かかるから。もう筋トレ、お前肩弱いんか。体勢が無理だ、体勢が。体がついてこないっつって。菊池さん入んねえよこれ入らん入るやろ緩めながら緩めな、はい、今ねこのように何とか通すことができました。これを6センチ以上ねここからこっちに6センチ以上をはみ出した上で、まあ、こんなもんでいいかな。これで固定します。できるか。これ外してさ、それ外さないかん、うん、調整いくの。ああ、ほんであとキャップもつけないかな。いやキャップはまだいや、じゃあキャップは、あ、じゃあ待って、キャップはここにつけるんだけど、キャップ最後だ。こういう風にね。謝ったらかな、素人はもう。いこじやな、お前も。いこじおじさんだろ、お前。あ、だって、やりやりやり。わかるでしょ、これ。あ、これははめるんだな。ちょっとはめてみてよ、じゃあ。はめてみてよ。ちょっと大変、これ一人では嫌だな。うん、俺苦手だもん、こういうの。好きな人は好きなんだろうけど。俺は苦手だわ。うん、俺も別に好きじゃねえから。でもお前職人だったんだろ。職人扱っとったわけだろ。建築やお前、建築。俺は職人だね。建築絡みやろ。やっとけって言うだけだ。そんなに偉かったんかお前。俺はやっとけ。お前会社でナンバー2だったとか、お前副社長の位置だったとか吹いとるけど、お前らやっとけ。本当に偉かったんかお前。ああ、いいか、うん、はい、こんな感じでこれをここに今はめました。で、こうやって固定されて、これもこっちにはめると。ここでね。はい、試行錯誤でできました。ここをね、ものすごいこれ戸惑ったな。戸惑ったよ、もうわけわからん。ここを高さを、こういう風にして、見て、こんな感じになってます。これでバッチリ。あとこれを、こっち側にも同じのをつけていくと。大変だね、キングさん。大変だ。それこれコンコンして。両手塞がってます。俺も左手カメラでお前。開いた。ここを固定して、何センチくらい出るんだこれ。もうちょっと反対側も止める。おお。これプラモデルが得意な人じゃないと無理だわ。な。ああ、もう俺が得意でよかったなお前。まだ生き、お前カメラマンで生きり始めてんじゃねえよお前。俺本当苦手やでなこういうの。行くぞ。仮止めでここを通して止めて、うん、でここを行くぞ、はい、ここねカン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 と行くぞ。よいよい。つけた後にねこれつけ忘れてたから、これをもう一回今外して全部ここをこう入れて、うん、これをここに入れて何センチ出すのこれ。ギリギリでいいの。でまたキャップはめなあかんから、うん、でこれをここの部分をこの上にここはめ込むんだな、うん、そうやな。ちょっと大変増えてきたぞ。でももう大変だけどやるぞ。大変なことになってきた。大変だよ。真っ暗になってきた。これもう調整が難しすぎる。これもうちょっと、うん、あとどんぐらい。あ、もうちょいぐらい。こんぐらい、まあ、それぐらい止めとくか。もうこんぐらい、ちょっと止めとこう。オッケー。大変すぎるんですけど。パズルだよ、うん、大変だなこれつけるの。もう意味が分かんないもんだって。大変か。
どこが無理やり来た俺そう、うん、えれえなこれ、もう3時間ぐらいかかってるよ。池田かね、菊池さん、ランドクルーザープラドにロッドホルダーつけるかい。俺たちが日本初だ。これを映像にしたのはできた。いやー大変本当に。こんなもんでいいか。あのなんか何なんか何ゴムみたいなあってね、最近 あれもちょっとかましてな、わかんない、ちょっと見て説明書ここにあるぞ。なんかまだおい、ここになんかまだ部品が、おいこっち来て、こっち来て、部品が今きちんとあるぞ。これなんか使うんじゃないか。いやそれもいいよ。いや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 、これいるだろう、もうなんか向こうにこいつは多分いらない。一応取っといて、うん、溜めるとかあるかもしれんから。こいつはパッとこれかな、違うな、ロッドホルダー作るんでも、俺らみたいな苦手な、こういうのが苦手な人にとってはね、これ作るだけでもう3時間よ。ああでもできそうで、ここがねロッドホルダー、ここなるのよ。でこうパッて、まだ弱ってるから全部ネジ締めて固定して、ここでこうして、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 パカンパカンパカンと、いい感じになってきたね。木口さん、釣り車が完成しそうだ。この日本初のプラドにロッドホルダーをつける日本初の映像できたぞ。これは渋い。どうしたんだお前。靴紐がほどけて踏んじゃった。おじいさんか。おお、気をつけ。うん。さあね、もう散々失敗して、もう失敗失敗で、もうやり直しやり直しで。木口さん、やっとできた。ちょっと挿入してみるぞ、おい。挿入。うん、まだ止まってない。大変だったな。たかたかこのロッドホルダーが。4時間かかった、4時間。ガチッとなった、ガチッとなった。決まった？決まった、これ。じゃあちょっとね。よっしゃ。これをはめてみましょう。これは、これ下に、こうやって上、あ、上だ。上にパカってやって、で、どうやってやんのこれ。これか。あ、こうやるんだ。で、こうだ。折れます、竿が。キキさん、竿折れます。ダメじゃん。こうなったら、全体的に向こうにせんと、竿が折れます。飛び出てます。違う違う。何よ。こいつがこれの前でした。は？なんて？こいつがここに、ここに折らなあかんのや。ということをやり直し。うん、今日は無理だ。今日はやめようか。今日はやばいかもしれない。逆に折れるかもしれない。とりあえず、こういう風にすればはめることできたんですけど、これの位置がもう一個向こうにして、この竿のピンがこのぐらいにしたんよね。ということで、ちょっと失敗してますけど、とりあえず急遽なんで、これでもう行くしかない。うん。例えば、竿を、ここ、ポンって外して、ここに、これはいけるな。あ、これはいけるわ。で、これさ、こういう感じで。うん。これはいけるわ。うん。ちょっとこの辺調整が必要だね。よいしょと。これクロスしちゃってんな。そうか。ここで、まあこういう感じで、ようやくなんとかできたような感じがする。大変だ、まだ微調整せなあかんな。ゆきさん。おお。愛車。すごいこれ。愛車自慢。おお。ランドクルーザープルダー15万キロ。やったなこれ。ロッドホルダー完成だよ。完成したよ。何時間かかった俺ら不器用だから。今日午後これで潰れたな。いやでもめっちゃかっこよくなった。これね。お前が竿を折ることないわこれ。そうやで。あとここをまた直して。ここで折るかも。あとここさ、これ電気のとこがさ、これ、ちょっとな、押せないみたいな。位置がちょっと悪いな。ここもうちょっと前だ。
閉まる、閉まる、これ閉まると外れて、これこの立体構造上は出ないだろう。 OK だろう。ちょっと一回閉めて、ボキってなんかな、ちょっとやってみるか。いた、ちょっと大丈夫か、立体構造上大丈夫なのか。あ、いけた。え、うん、OK だね。で、電気がついてるので消して、キルさん、うん、愛車自慢かっこいいね、これ、ね、ランドクルーザープラド、うん、いいやろ、めっちゃいいじゃん、これランドクルーザープラド、うん、愛車自慢釣り具プラドや、これあのランドクルーザーもいいけどさ、ちょっとランドクルーザー横幅広いじゃん、うん、うん、だからプラドがちょっと短いんだよ、うん、まあね、そんな大きい車いらないからね。いる、いるのか、いる、いるんか、うん、俺の予定ではランドクルーザーの方がいい、いや LX を買う予定、LX、今頼んだら3年後ね、 LX、 うん、あ、2000万ぐらいする、2000万ぐらい、うん、燃費なんか一体2キロぐらいじゃん、うん、3.5 やな、わかんない、ハイオクしかも、LX いるだろ、うん、LX いるか、LX で釣り場来たらちょっと、何、ちょっといやらしいぞ、うん、いや別にいいや、スターなんだ、スターっていうか、ナンバーワンなんだから、ナンバーワンか、ナンバーワン、お前ナンバーワンか、当たり前だろ、さすがだな、そう、車、でもこの車愛着あるからな、視聴回数1500回や月のこのチャンネルの YouTube 収益28,000円、ナンバーワンだ、ガソリン代も出んかな、でもいいねこれ、これ LX につけようよLX につけたいな、で今頼んだ3年後やって、もう頼んどけ、頼んどけ、もう頼む、うん、3年後に払うわ、